こんにちは、紹介者です。おそらく、ジュオージャーのミニプラ、最後ですね、になるかと思いますけれども、動物合体シリーズ SP03、ドデカイオのクリアーバージョンということで、これで一つの商品です。はい。今回、バラ売りがないんですね。こんなでっかい箱で、発売されました。やっぱりこのサイズ、この値段ということで、販売している店舗が限られているようで、イオンとかね、まあ家電量販店とかかな、うん、なんか大きいところじゃないと扱ってないみたい。で、発売からちょっとね、1週間ぐらい経っちゃったんですけれども、プレ版のミニプラとちょうどね、時期が被っちゃって、レビューが遅れてしまったんですけれども、ちょっとね、遅れましたけれど、今回はこちらを作って遊びたいと思います。はい、クリアバージョン、ワイルド搭載キングまで、で、ここまで出るのも、今まであんまり例がなかったんですけれども、なんとね、ちゃんと最後までドデカイ王までクリアバージョンで出してくれました。これ一つ2592円。こんな、素敵なパッケージですね、はい、どういう風に入ってるんですかね。もう袋が、小分けになって入ってるのか、まあ、そう、多分そうですよね。ここから開ければいいのかな。なんかこの箱もったいないですね。このまま取っておきたい気もするんですけれども、まあしょうがない。はい、開けましょう。どうやって開けんのこれ。ここからでいいのかな。あ、ここだ。ここに揚げ口って書いてありますね。あ、でもな、ここから開けたくないな。下から開けていいですか。ちょっと、はい。よいしょ、下から開けたいな。ほっ。中は、あ、ですね、もう、一つ一つ箱には入っておらず、うん。あー、綺麗ですね。ブラック、レッド、ブルー。うん。いい色。あー、この乳白色？白。うん。あー、いい色です。おー、この白すごいいい色ですね。綺麗。はい。はい。そして、お、黒一色と。さらに、これで最後ですね。お。はい、これで最後。組み立て方は、あ、特別な一枚の。おー、これは見やすいですね。はい、こんな大きな、はい、こんな大きな一枚の説明書になっていました。両面に。では早速作っちゃいたいと思います。はい、完成しました。クリアでこれだけ大きなミニプラ、いや初めて作ったかな。いや綺麗ですね。さすがオールクリア。白黒赤青とこの辺のねパーツが重なったあたり、ここがねとても綺麗ですね。海洋スピアはクリアが本当に似合いますね。デラックス版が先端がねクリアでしたからね。はい、かなり近い、雰囲気になったかと思います。この先端のパーツがね、もう1セット欲しいですね。そしたら通常版のミニプラの方もこういうデラックスに近い、形で再現可能ですもんね。通常版との比較です。まずは海洋スピア、そしてキューブモードの比較。では海洋スピアを差し込んでキューブモードから動物モードに変形しましょう。はい、キューブホエールの動物モードの完成です。もう綺麗としか言いようがないですね。下のホワイトの色とか、あとはこの潮吹きのクリアブルー、ここがね特に綺麗かなと思います。こちらも通常版と比較してみましょう。ではさらにここからドデカイ王に変形です。よいしょ。はい、おー、
すごい綺麗。はい、クリア版のドデカイオが完成です。おー、かっこいい、綺麗ですね。はい、この複数の、成型色が、埋め込まれたこの胸部、ここがね、とっても綺麗。メタリックステッカーとクリアーパーツもよく似合いますよね。このちょっと角度を変えるだけで光り方が全然違って、やっぱりクリアーバージョンはこう見てると本当楽しいですね。ではドデカイオも通常版と比較です。ではこれまでのクリアーバージョンのミニプラを使ってワイルド搭載ドデカキングを作っていきましょう。まずはドデカイオをキューブモードに戻していきますね。よいしょ、よいしょ、はい、よっと、よいしょ、はい、これはいらないと。で、外側の黒い部分をほっ、取って、よいしょ、付け替えます。よいしょ、後ろのパネルを開いて、腕から頭部パーツを出して、頭部を完成させます。海洋スピアを肩に合体して、ヒレパーツを付けちゃいます。よいしょ。キューブホイール側はこれで完成ですね。あとはキューブをばらしていって、はい、どんどんばらしていきます。コウモリ、モグラ、クマ、キリン、エレファント、ライオン、そしてライノスの戦闘車両、9番のグリルを元に戻して、ジョイントパーツをつけてキューブライノスに差し込む。これと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 これがいらなくて、右腕にコウモリ、キリンを取り付けて、反対側がクマとモグラ、あとは足ですね。1、2、パーツを挟んで3、4、5、パーツを挟んで6、パーツを挟んで7、8、あとはできた両足をくっつければミニプラのオールクリア版ワイルド搭載ドデカキングの完成です。綺麗すぎますね。すごい。いやー、こんなに大きいクリアバージョンを作ったの初めてかも。すごいですね。カラフルで、もう光を受けてとてももうキラキラしてますね。カラフル、綺麗、本当に綺麗としか言えないんですけれども、やっぱり通常版とはもう全く違った魅力を感じますよね。いやー、揃えてよかった。うん、ホエールに刺さったライノスとかもすごいいいですね。ライノスが刺さってる感じもこうよーく見ると、中がね、中のライノスが見える感じ、これがいいですね。はい、いろんな角度で楽しめる。面白い。やはり頭部は、クリアーパーツだととてもかっこいい。ねえ、デラックス版みたいですね。そして相変わらず不安定ですね。ちょっとね、この状態のまま飾っておけないのがちょっと残念ですね。まあ、飾っておけないことはないんですけど、ね、推奨されてませんからね。ノーマル版も横に置いてみましょう。ほら、もう見た目がもう全然違う。でかいよ。ちょっと大変ですけど、比較です。ちょっとごめんなさいね、曲がってるけど。ほっ、扱いがね、難しいですね。よいしょ、そーっと慎重に、よいしょ、
いや、まさかミニプラのクリア版がね、最終合体まで、出るとは予想もしてませんでしたね。いやー、嬉しいですね。クリア版のこの姿が見れただけでもう大満足です。そしてこれでミニプラというか、獣王者の食玩は最後になるんですかね。おそらく。なんかちょっと寂しい気もしますけれども、もうそんな時期なんですよね。はい、次の戦隊もね、もうそろそろ発表されますし、来年のね、ミニプラ、いやーどうなるんだろう。来年の戦隊のロボも、まあね、ざっくりとは分かってますけど、どうなんですかね。大事な部分はクリアパーツがもう最初から使われちゃったりして、ね、使われてたら嬉しいですね。今年はかなり食玩というかミニプラ。本当に、キャンディートイ事業部のバンダイさんのね、キャンディートイ事業部の、なんだろう、熱意が伝わったというか、すごい本気だったじゃないですか。こんなにハードル上げちゃって、来年大丈夫なのかなっていう心配はありますけれども、おそらく予想をね、飛び越えて、すごいミニプラを出してくれるんじゃないかなと期待はしてるんですけれどもね。はい、どうなるんでしょうか。ということでね、ジオージャはちゃんとミニプラ最後までレビューすることができました。あー、よかった。今年はジオージャ本当にミニプラ多かったですね。いろんなのがね、たくさん出た。プレ版もね、出ましたし、いやー、もうね、お腹いっぱいですね。はい。ということで今回はミニプラ動物合体シリーズ SP03 ドデカイオンをご紹介いたしました。以上、紹介者でした。